6番の佐藤、そしてこの後ろにいる7番の奈良岡彩子が6番手から本シリーズ白星スタートです。佐藤をかわすあるいは退ける場面は訪れるか、7番の奈良岡、最高峰5番の増田節か。ダイソー挽回する足も見せました。松坂に続くファイナル進出へ大きな着は取れません。まもなく打賞です。2番の小坂智子が前受けで残り1周半となりました。後ろを見て2番の小坂先頭、3番の笹川が少し動く素振りを見せています。後ろ3人やや集団となって、6番の佐藤美奈の外根から5番の増田節香が位置を上げて追い上げて佐々木の直後、先頭は2番の小坂智子を叩いていった3番の佐々木先頭で残り1周、3番手から6番の佐藤が踏み上げてきます。2番の小坂智子まだ余力十分か、3番の佐々木追走する形となって、その外根から6番の佐藤がまくって、さらに7番の奈良岡最高を追ってきました。人気3人の攻防、先頭2番の小坂を捉えるか、6番の佐藤美奈、この2人のもがき合い、7番の奈良岡彩子が佐藤へと出して追い込んで佐藤に迫る、佐藤美奈、奈良岡彩子、佐藤美奈が降臨、3着3番の佐々木彩。